なんか深海のとこのさ、深海のとこにセブンできよるんよ。見つけたんよ。この前、深海のとこにセブンできよって、これ駅前大通りをさ、まっすぐ行ったところ、駅、福山駅から行ったら、まっすぐ行って、んで、右手。駅前大通りからまっすぐ行ったな。まっすぐ行ったら右手。で、このまっすぐ行ったら、どこ行くか言ったらどこ行くんかな。あのでボントレとかある辺、ボントレとかあるらへんのところのやつのところで、ひまわりの福山駅側から言ったら奥側にこうできてる写真で言うとこの手前の方ね。で右奥の方にさセブンイレブンあるじゃん。あれが移転するんだと思う。リニューアルオープンって書いてあって、で、あまりにも近いなと思ったんよ。そう。ひまわりからすぐのとこのセブンが、まあ前から、まあ奥側のとこね、まあ前からあるなと思ってて。で、その近くにまたセブンできるんだと思って。で、よく見たら、次の写真なんだけど、これね、セブンイレブン西、福山西新街頂点、リニューアルオープン。リニューアルオープンだから、そういうことよね。で、ここ建物自体は、ここな、何があったんかなと思ったんよ。ここ、そんな飽きちゃったっけと思って、で、調べたら、無敵の虎像、焼肉屋さんあったじゃん。あれがいつの間にか、建て壊しになってたんだの知らんくて、一応調べて気づいたんだけど、無敵の虎像、虎像だったというの、のところ、のやつのやつ、うん、のやつのところ、うん、がセブンになってた。そう、いやっこの焼肉屋さん結構何回か行ってて美味しかったんだけどね。なんか壺に入ってる何あれカルビなんけ、壺に入ってるお肉みたいなやつよく食べてたけど、うん、あの食べ放題のね、うん、何回か行ったけどさ、あ、これなくなったんだと思って。結構みんな使ってた印象あったけどね。で、割と長く営業してたよね。うん。まあ、そこも、まあ、今こんな感じになったみたいよ。だけどなんか街を見回さんといけんなと思った。なんかちょいちょいね。ちょいちょい見回して、んで、なんか変化がないかな言うて。見とかんといけんなと思った。やっぱ、なんかうろうろしてると気づくことがあるね。うん。まあちょいちょいうろうろしてみようと思うわ。んで、なんかあったら言うわ。なんかあったら言うわ。うん。じゃあ終わります。ありがとうございます。